大竹新能は、高栗の第三大王であり、大海主止め王、海主止めとも言う。三国式高栗本義によると姓はこう、意味縄、無恵む。義書、高栗伝では、浄栗、または、幕来たると記されている。地勢中に周辺部族へ進行して、高栗の領域を拡張しており、初期の高栗においてその基礎を築いたと言っても良い人物である。 先代のルリミオ王,王の三番目の男子であり、十三年に、コウクリが富裕から攻められた時、王の命に従って、ムメグムは奇策を持って、富裕軍を防ぎ、かえって撃退した。この功績によって、翌十四年に十一歳で大使に立てられ、コウクリの軍事権限を与えられた。十八年十月に、ルリミオ王,王の死去に伴い、王位を継いだ。十二年二月には、富裕へ進行して、 尾び王の首を取ったが、尾びの弟が、不与の残党を取りまとめ、王力谷で勝つ思えを押しして、不与の勢力は今しばらく存続した。大竹新郎はこの戦いでの戦死者を弔い、戦勝者を慰問するなどしたため、民は大竹新郎の徳に漢字入って、身を国に、奉げることを誓った。同年七月には、不与のおび王の重邸が俗児に一万四人を率いて、投降指摘、 26年10月にはフタウマ国を、征伐した。同年12月にはフタウマ国が滅ぼされたことを聞いた、クチャ国王が、国ごと投降してきた、というように次第に領土を拡張した。28年に、五貫の両党大使から討伐を受けたが、城内はお城に牢城して、数十日にわたって固守し、官軍をこうなく、引き上げさせた。32年には、 落老国へ侵攻して降伏させ、後に三十七年には改めて落老国を滅ぼして支配下に収めた。しかし同地に対して四十四年九月には五冠の光武帝が回路出兵して討伐、落老軍を回復し、殺水難が五冠の軍権とされた。この敗北の後に王は四十四年のうちに死去し、大獣林の腹にて葬儀を行われ、 大竹親王と送りなされた。史実では大竹親王に該当するかどうか不明だが、中国側の資料によると高栗は、兼務8年には五官に対して、朝工を行っており、三竹帝よりなお、下の暮れから高栗に戻されている。五官書によれば、この時同時に釈位を、甲から王に戻されたとし、三国史では、この時、高栗公から初めて、 高句寮に除せられたとある。偽書高句理伝には、守門士、両通る大律。両通る氏子、序立大律。序立氏子、幕来たる大律。の行くおあまり、夫あまり大敗、水頭、続縁とあり、三国式の伝える系譜とは異なりを、見せる。扶養を責めたという記事から幕来たるが、大竹新王とも見られるが、井上秀夫は、序立のコーンが、 無目ぐむに通じるとしてジョクリを、大竹新納、パクキタルを、忍ぶ本王とする。三国式高句璃本に、大竹新王期には、大竹新王の王子行動と落老国王の際、修の娘落老公主の話として、今に知られている説話が挿入されている。行動が、落老公主を妻とするにあたって、落老国の宝であるツノブへ、対抗を壊すことを促した。 娘がこれらを壊したことを聞いた後、行動は大竹新郎に今こそ、落老国に攻め入る後期と進め、王は落老国に攻め入った。放棄がならなかったために軍備を怠った落老王王は、突然城下に迫った航空軍を見て驚き、放棄が壊されていることを知って、娘を殺し、城を出て降伏した。ありがとうございます。